はい。ペッパちゃん、ご飯だよ。はい、ご飯でございます。はい、ポンちゃんの前を。もう気にしません。はい、どうぞ。中ボスを回避しました。よし。ジャン君、そこでひなたぼっこしてるの？熱くないの、ジャン君。大丈夫？はい、ジャン君。そして、アンズちゃんはどこ行っちゃったかな？さっきもちょっと、この…アンズちゃん。アンズちゃん、どこかな？ジャン君はアンズちゃんを迎えに行ったついでにご飯を食べております。おやつだね。アンズちゃん、おいで。ジャン君に食べられちゃうよ。こちらはアンズちゃん用として出したものですが。はい、ジャン君。アンズちゃん、後ろにいる？いますか？ジャン君、おいで。では、ジャン君、今日は引っ越し先の、神奈川県まで行ってきます。ですので、お留守番の方をよろしくお願いしますね。はい。はい、ポンちゃんもよろしくね。仲良くしといてくださいよ。ポンちゃんはあまり危険のないように元気に遊んどいてください。よろしくね。そして、どこにいるのかわからないアンズちゃん、お留守番の間は楽しく過ごしてくださいね。よろしくね。だからすごいドキドキしかすごいいっぱいチリとかも取ってくれるんだけど、だからすごいドキドキしかやらない。でもう一つのはあんまり泣いて、かおちゃん、はい、はい、お腹が空いてシャーを言うんでしょ。わかりやすいの。はい、はい、お腹すいたね。ご飯を待つカオリンさんですが、今日ですね、新しいうちの、契約をきっちり済ませるために現地に行ってきましたが、いろんなことで忙しくてですね、動画を撮るのを忘れてしまいました。カバンの中にはカメラも入っているし、なんで重いんだろうと思う程度のことで思い出せもしませんでした。ということで、皆さん大変長らくお留守番をですねしていただき申し訳ありません。そしてポンちゃん、そしてもう結構疲れてしまいましたので、今日はそこそこで終わろうと思います。そして明日からですね、荷造りを完全に、どんどん始めないと間に合わないよ。頑張るよ。ポンちゃんいい子になったね。ポンちゃんのこと叩かないよ。ポンちゃん、お父さん
全部。